それでは今からオープニングアクトを推奨のものを使ってお客さんがバックドームの周りに集まったらスタートさせてください。万が一集まらなかった場合は笑顔で解散よろしくお願いします。本日メインでアクロバットバランスのパフォーマンス日本人トップレベルの危ないショータイムをやっていきたいと思います。お客さんを集めたいので今から1分間で推奨を行っていきます。この瞬間で水晶が不思議に見えている方、見えてない方いらっしゃると思うんですけど、最後の3秒間、完全に水晶が浮かんで見えます。浮いて見える範囲がちょっと狭いので、浮いて見える範囲だけ発表します。浮いて見える範囲、真ん中正面、ここからここまでになります。差し引かれる方はできるだけ正面側でご覧になっていってください。横でご覧のお客様、ここから先、あんまり面白いことが起こらない可能性があります。よかったら正面に移動して動いていってください。皆さん、動いていただけるように、15秒間だけ音楽を用意します。その後1分間、水晶頑張っていきます。ミュージックスタートです。The death deck sounds shin like a rum, singing on and on and on ahead. 地に足つけ、頭雲抜け、進む前に前に前に。手を繋げば怖くないから、そこまでお前は弱くないから、でもいつまでもそばにないから、Believe it or not ahead.秋葉原駅前広場は本日この時間帯1回限りのパフォーマンスやっていきたいと思います。お時間ご興味ある方でご覧になってください。始まってしまったらパッと始まってパッと終わっていく状態もやっていきたいと思います。ロープの周りバーとお客さんが集まってるスタートさせてください。短いショータイムとなりますがお付き合いよろしくお願いします。それではミュージックスタートです。
俺ら中にいるからで、はい。